おはようございます。本日は江戸川区平井に来ております。早速ですが、以前にも訪れた喫茶店ミカドでランチを食べたいと思います。こちらのお店は食事メニューが充実していて、いつも注文に迷っちゃいます。まずは付け合わせのキャベツから。うん、みずみずしい。お店で仕込んでいる証拠ですね。工場生産のカット野菜だとこうはいかない。ハンバーグはいくつになってもごちそうです。実家に帰って晩ご飯がハンバーグだったら大喜びするし、友達に LINE とかしちゃうかも。このハンバーグ、しっかりめに下味がついているので、ご飯が進みます。ナスは油をよく吸っていてジューシー。ところで本日は5月5日なのですが、皆さんゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？私はそもそも2日と6日は仕事の予定だったのですが、それに加え緊急のシステム障害対応で、急遽3日、4日も出勤となりました。もうほんと、これはエンジニアの宿命ですよね。なんとか解決はしたので良しとします。バグを憎んで人を憎まず、これ鉄則。そんなわけで、今年のゴールデンウィークはろくに遊びの思い出がなく、大変モヤモヤしております。これはもう、ひたすら食べてストレス解消するしかありませんね。本当にね、爆食い人生なんだよね。生クリームこんもり、バニラアイスもグラスにみっちりと詰まってます。コーンフレークでかさ増しなんかしてないぞ。これだけ満足感のあるパフェが、たったの500円。せーの。安ー。さすがの下町価格ですね。ごちそうさまでした。最後の方は、もはや生クリームを飲んでいるような感覚でした。いやー、食べました。爆食い人生からの小太り人生、無理しんどい。荒川河川敷に約18万本のポピーが咲き誇るという、平井運動公園に向かいます。お？こんな住宅街にたい焼き屋さんがありました。周りに飲食店なんか全くないのに。気になったので買ってみましょうかね。粒あんと宇治抹茶を買いました。宇治抹茶は作り置きがなかったようで、焼きたてを用意してもらいました。嬉しい。運動公園に到着です。ポピー畑。どこにあるかな？満開というには時期が早かったことは否めませんね。それでもポピーの花とスカイツリーの組み合わせは素敵ですね。ベンチがあるので座りたいと思います。よっこいしょ。のどかでいいですね。先ほどのたい焼きをいただきます。まずは宇治抹茶から。
生地に抹茶が練り込まれており、綺麗な緑色です。食感は柔らかく、もっちり系ですね。何を思ったか、間髪入れず粒あんにも手をつけました。一人で対決レッドをやってるんじゃないんだから。と、言いつつもあっさり完食。ごちそうさまでした。5月中旬から下旬にかけて、ポピーの花が満開になると思われますので、その際はたい焼き片手に河川敷を散策してみてはいかがでしょうか。では、平井駅まで戻りましょう。錦糸町にやってきました。2駅移動しただけでこの境ぶり、温度差で風邪ひいちゃう。あんたたち、爆買い人生の幕開けということで、お買い物をして帰りたいと思います。まずは無印で買い物をしました。無印良品週間だったけど、誘惑に負けず予定してたものしか買わなかった。えらい。お次はラッシュで買い物をしました。こちらももともと買うものは決まっていたので即決。そのまままっすぐ家に帰るつもりが、空町に来てしまいました。4階の屋外エリアでなんかイベントやってるかな。東京スカイツリータウン10周年ということで、各地のお店が出店していました。店名が気になり、空想菓子店お菓子さんのブースへ。キャワー、結局買っちゃった。ぼちぼち帰ります。歩き通しで疲れちゃった。帰ってきました。購入品紹介のコーナー。まずは無印良品で買ったものから。1点目、ザイス用のカバー。6年前に無印のザイスとカバーを買って、未だに使い続けているのですが、カバーは擦り切れて、今や無残な姿に。それでも使い続けていたのですが、ようやく買える決心がつきました。2000円しないものにどんだけ迷ってんねん。って話ですわよな。2点目、キルティングシートクッション。座椅子ですが、経年劣化によりへたってきており、腰に大変よろしくないのです。クッションを敷くことでマシになるかもと思い買いました。3点目、スリッパ。今使っているのが汚れてきたので買えます。次はラッシュで購入したもの。1点目、ティーツリーウォーター。化粧水代わりに使っています。2点目、インペリアル。こちらは乳液代わりに使っています。内容量 45g で3500円。恐ろしや。しっかりスキンケアして、ビューティー人生歩みます。最後に、空町で購入したお菓子。どちらも余分なものが入っていない。体に優しそうなお菓子です。ポピーの花を見て、錦糸町で買い物して、空町で鯉のぼりを見た。それだけで、ゴールデンウィークの思い出として十分だよね。あ、でも最初の3連休には、友人と手巻き寿司パーティーをしたんだった。楽しかったな。スパークリングで乾杯なんてしたりして。ちなみに、私が作った手巻き寿司はこちら。
おにぎりかな。不器用なところも含めて、私を愛してくれるパートナーを募集しています。